今日はパンク、自転車のパンク修理をしていきます。新しく買ったチューブがまた穴開いちゃったので修理をしていきます。まず虫を取ります。で、穴がね、こっちかな。確認方法は空気で。見づらいけど、ここに穴があるので、ここを、まあ、分かるようにして、また空気を抜いていきます。そしたら、パンク修理キットについてる、ヤスリかな。ヤスリを使って密着が良くなるように周りを削っていきます。こんな感じですね。で、穴がここにあるので、ここにゴムのりをつけていきます。ここが中心だから、まあちっちゃい穴なんで、ここを中心にちょっと大きく、はい、でこれでしばらく乾かします。しっかり乾かさないとうまくつかないので、しっかり乾かしましょう。これでしばらく待ちます。はい、こんな感じで乾いたので、そのデカさに合ったパッチを貼っていきます。こちらを剥がして、先ほどのここにつけます。はい、こんな感じで圧着してください。そしたらですね、ハンマーでポンポンポンって叩く。テープを剥がして、これで完了です。では確認のために空気をね、入れていきたいと思います。どこだっけ、ここか。まず確認ですので、感じでね、これでまた空気が漏れないか確認します。しっかりと
塞がってますね。Okay.